感動しますね。成長の場だと思います。そうですね、本当に Q を通して役柄的にも歌だったりダンスだったりっていうのを、まあ、役者のその人生の中で本当に突き詰めてやっていったなっていうのがあって、本当にゲーム、アニメ、ライブ活動、本当に全部を通して全ての部分で成長させてもらった現場だなっていう思い出があります。ミハルなら大丈夫だよかなって感じです。私はミハルを演じる際に結構完璧じゃなきゃダメだみたいなの